こんにちはフルショーです世界の名作文学を5分で語る時には10分以上かかりますということで始めていきたいと思います。えー、今回は梶本次郎レモンについて話していきたいと思います。まあ、梶本次郎のレモンといえばですね、まあ、近代日本文学の小説の中でなんかね、三千たる輝きを持っているというか古典化しているというかね、もう名作中の 名作、日本のボルテールか、まあ、ちょっと全然違いますけどね、日本三分の三分の名手の一人みたいなね、そんな位置づけになっているような感じすらします。で、あのー、まあ、ページ数でいくとですね、僕の持っている本で7ページから13ページという、わずか6ページの小説ですね、まあ、いわゆる手のひら編、小編小説になるんじゃないかなと思うんですけど、 このレモンについてはですね、僕はですね、これを読んで感動したことはほとんど一回もないんですね。<laughs> だったら喋るなって言われそうなんですけど、あの、ごくたまにいいなぁって思うときがあります。まあ、感動ほどまではいかないんですけど、やっぱり文体は素晴らしいんで、あの、そういうのなんですね。これはあの、なんていうんですかね、歌、歌でですね、素晴らしい歌だなと思っても、自分は まあいまいち歌いたくはない。カラオケ行っても、この歌は歌わないよなとかですね。えー、まあ、なんかの時でも、あれ、いい歌だけど、自分は聴きたくないみたいな。そんなのはありますよね。好きな歌、あそうでもない歌って、明らかにあるわけで。この「レモン」というのは読んで、明らかに名作だなとは思うんですよ。明らかに名作だなとは思うけど、僕はこういうのあんまり好きじゃないなっていうね。えー、だったら言うなよってまた言ってますけど。えー、で まあこのチャンネルを始めて2年ぐらい経ってですね、まあ、いろいろね、えー、もともとこういうチャンネルでもやってなきゃ読まないような本も結構読みましてね、で、まあ、あのレモンはやっぱり大変メジャーなあー小説なので、まあ、この際、たった6ページだし、読んでみようと思って、実は3回ぐらい読もうとしたけど、3ページぐらい読んだらもう嫌になって読まなくてですね、で、き、え、のー、よし、もう1回チャレンジと思って読んだら、やっぱり3ページで嫌になったんですけど、今朝 えー、今日はですね、2022年11月15日の朝、起き抜けの頭で読んだらね、あなんて面白い、素晴らしい説だったね、初めて思いました。ということで、えー、レモンについて話してるんですけど、えー、このレモンは僕はその思ったのは、なんかこの心のチューニング、調律、それがこのあまりにもね、レモンという文章は、こう、外のようにビシッとこうね、 骨格の優れたものではなくて、これも本当に微細な微細な振動が奏でる音楽みたいな感じなので、えー、温度、湿度のようなものがですね、全部がはまってないといい響きがあの出ない、つまり私の精神と心が、えー、レモンの振動にシンクロするためには、 私の心と魂がレモンにシンクロするような状態になっていなければレモンの良さを感じられないってね、壮大な言い訳をしているような気がしますけど、まあ、そんな感じですね。で僕の,あのランプというねあの、いつも自慢してますけど、高木信子さんと片山恭一さんが作家になるための出発のした福岡の同人誌の。 僕も入ってたんですけどそこに行って群像新人賞最終予選4人まで残った人がいてですねその人が学校の先生だったんですけどその人が自分の生徒さんの一人にレモンが大好きなやつがいるっていう話をねしてたのが嫌に記憶に残っていましてレモンをその生徒さんがね えー、読むとですね途中で、まあ、レモンが出てくるわけですよ、そその防水型のレモンとかね、えー、いうわけですけども、こうレ,レ,モンレモンがですね見えてきて、レモンがっていう、なんかねめっちゃ感動している、このレモンが素晴らしいというねそういう人がいたって聞いて、ですねあのだからその話を聞いたので、えー、僕はですねレモンというのは本当に素晴らしい小説なんだろうなと思って。 ではいたんですけどそのその生徒さんが感動したレモンが登場するシーンを読んでもですねうんぐらいにしかですねずっと思わなかったですねで僕あの佐田正氏のレモンというね歌があってもう相当昔の歌ですけどねそれはとても大好きでですねあの辻栗もそれは大好きでですねいやあのメロディーなしで詩だけ読んでも素晴らしい詩だなとあの佐田正氏のレモンね、えー 高温すぎてカラオケできないんですけど、あれは素晴らしかったですね。だから僕にとってレモンというのはさだまさしの歌の方が強かったんですけど、まあ、今回読んでね、あのいいなと思いました。これはあの、まあ、ネタバレも何も詩ですよね。梶本次郎は 31歳で亡くなって、実は全小説がこの一冊なんですよ、20編入ってるんですけど、これが書いたすべてで、レモン作家にあたっては三好達治とかがね、奔走したらしいんですよ。で、この本の短編の最後に、まあこれは読んでないんですけど、レモンしか読んでないんですけど。 あ,あと、城のある町にいても読んだけど、のんきな患者っていうのが最後にあるんですけど、まあ、確かこれが最後で、あのまあ、自分自身が結核で亡くなるんでね、その自分のことをこう対象化して、ちょっと笑うような感じでね、のんきな患者っていうのを書いてるんですけど、まあ、それはちょっとまた後日、読んでみようかなと思います。でレモンはあのもう有名すぎるほど有名な出だしですけど、得体の知れない不吉な塊が私の心を始終を抑えつけていた。 焦燥と言おうか、剣語と言おうか、というようなね、えー、この長名文で始まっていきます。で、えーまああの、長崎や仙台に行ってみたいとか、花火がいいとか、ビードロがいいとかって言って、まあ、あ果物や八百屋でレモンを買って、で、えー、っと、まあ、要は、今風で言えば、鬱つみたいな感じになってね、お金もないし、病気だしという感じの人が、あのー、まあ、 魂がキリキリ傷んでるようなことを文章にしているっていう感じですねなんかねあの現代で言えば現代の脳科学と心理学を用いればこのレモンに書いてることはね相当程度解決してしまうんじゃないかみたいなねあのダザイオサムの小説の主人公の問題はあの心理学やらなんやら なかなか難しいなと思うんですけど、このレモンに書いてる主人公の問題点って、まあ、この結核で死んでいくだろうっていう恐怖感みたいなものは、それはまたちょっと別格でしょうけど、なんかねっていう感じがね、普段はするんですよ、日常生活の中で読むと。なので、日常生活しながら読んでもなんかつまんない感じがしてですね、でまあ今日の朝はですね、なぜかとてもこう心が澄みきっていて、ですね読んで、ああ、いいなって感じでね、思いました。 であのー、最後にあの丸禅にね、えーこう、ばーっとたくさんこう合衆みたいなものを、ね、こうっとやって、そのてっぺんにレモンを置いて、<laughs> あ面白いって言って、よし、このままこのままにしてやろうって言って出ていくんですね、出て行って、あ,のあれが爆発するみたいな、そんなあの空想をして楽しんだりするんですけど、そのシーンを読んだ瞬間に僕が思い出したあのもう一つの読み物があってですね、 えー、この芥川龍之介全集、川出書房のね、芥川龍之介全集で、これが僕が買った初めての大人の文学だったんですけどね、記念の本ですけど、その中の芥川の文章じゃなくて、えー、芥川龍之介の こう解説のところがあって、日常の芥川さん、作家の横顔、小島正次郎という人が、ね、書いた日常の芥川さんと人があって、まあ、バルザックの、バルザック全集を英語で読んだとか、いろんな逸話が書かれていて、最後に、芥川さんはとても人に気を使ってくれていい人だったんだけどってずっと書いてるんですけどね、マルゼンの行った時の話をするんですよ。あのなんといっても彼が彼らしい性格を最大に発揮するのは、 古本屋か、丸善へ行った時だった。あんなにおしゃべりないつも相手をいたわってくれるアフター側が本屋へ入,本屋へ入ったと端に無口になり、データーになり、完全に釣れを無視した。睨むような目つきで本棚を左から右へ見ていく。本を探し出すことの早いこと、すっすッすっと片っ端から抜いていく。 <music> いつか丸善屋行ったときなど、まあ、中略、すでに15、1五六6冊も芥川の前に本が積まれていた。客は手術を書いていく。店員は客のいなくなったところから本棚へ白い布をかけていった。今や全部かけ終わって、芥川の前の本棚だけ残されている。他はブラインドも下ろされ、薄暗い廃墟のような静けさが私たちを取り囲んだ。私はいたたまれなかった。しかし、芥川はまだ本から目を離さない。普段はあんなに人の気を兼ねる。 人の気を兼ねる彼に。 こんな一面があるのかと彼の性格の芯に触ったような気がしたって言ってですねなんかこうレモンの最後の方のねえ雰囲気ととてもよく似ているなみたいなね感じでしたねえまあ見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の会長をひっそりと防水系の身体の中へ吸収してしまってカーンとさえかかっていた私は埃っぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした 私はしばらくそれを眺めていた。で、なんかこのレモンが芥川かみたいなね、そんな関連性が僕の頭の中に浮かんでくるんですね、個人的には。不意に第二のアイデアが起こった。その奇妙なたくらみはむしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出ていこうかな、そうだ、出ていこう。そして私はスタスタ出ていこ 変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。マルゼンの棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な悪巻が私で、もう10分後にはあのマルゼンが美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気づまりなマルゼンもコッパみじんだろう。そして私は活動写真の看板画が。 期待な趣でをを彩っっっていったっていいる下た素晴らしい文章ですね。読んでみると、声に出して読むともっといいんでしょうね。声に出して今のところを読んだ,だけで僕は今 <laughs> 感動しましたけどね、これは声に出して読む小説なのかもしれないですね。まあ三文章のようなものだとも言われますけど、まあ、いずれにしてもですね、梶本次郎、でも、うん、やっぱり素晴らしかったなっていう感じでした。 はい、ということで今日は以上です。ありがとうございました。